間のゆっこの時はみんなでホットケーキ焼いたんだよね。あたしはどんなパーティーにしよっかな。山田美衣子誕生パーティー5月5日火曜日10時から。みんなどんなプレゼントくれるかな。パパママからとマリちゃんにゆっこでしょ。マモルもくれるだろうから4個は確実。楽しみ。バイバイ。さよなら。ねえねえ、今度のゴールデンウィークなんだけど。聞いて、私ね、家族で沖縄行くんだ。え、いいな。いつまで？2日から5日まで。おニューの水着まで買ってもらっちゃったんだもんね。5日、羨ましい。ま、ミーコだってそのうち沖縄ぐらい行けるわよ。ゆっこは？あ、私も5日まで長野のおばあちゃんのところに行くの。ねえ、帰ってくるの何時頃？さあ、飛行機だからね。私も車で行くから夜になっちゃうかも。そう、もしかしてみんな忘れてる？ねえ、それよりミーコは？そうよ、どこか行かないの？帰る！待ってよ、ミーコ！なんだ？さあ。ミーコ、ランドセル忘れてるよ！何よ、マリちゃんもユッコも。いいよいいよ、私は家族だけであったかパーティーするもん。ねえママ、ゴールデンウィーク。もうやんなっちゃう。ゴールデンウィークの間ずっと仕事なのよ。え、ずっと？そうか、俺も2日から北海道へ出張なんだよ。はう。俺、休みの日は毎日ユカちゃんとデートなんだ。へえ。ご苦労様。ゴールデンウィークなんてどこ行っても人ばっかりよ。ママ、休みたいの休みたくないの、どっち？みんなが遊んでる時に働くのは尺なの。あ、そう。そうだな。5月の終わりにでも休みを取って、みんなで一緒にどこか行くか。いいわね。賛成。ごちそうさま。どうしたんだ？さあ。さあだと？こうなったら誰が一番に私の誕生日を思い出すか試してやる。時刻は8時30分です。ここでニュースをお伝えします。いけない、遅れちゃう。ママ、出かけるの？うん、撮影の仕事。お昼冷蔵庫にひじきがあるから。ご飯も昨夜の残ってるし適当に食べてね。やだー！ん？みーこ？やだ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 。いい加減にしなさい。何怒ってるのよ。それじゃ行ってくるわよ。俺もこれからゆかちゃんとデートだから行ってきます。ケーキ買いに行こう。ショートケーキ1個350円か。やっぱダメだ。106円しかない。ろうそくない。ハッピーバースデートゥーミー。Happy birthday to me. Happy birthday, dear Miko. Happy birthday to me.
み。マリちゃんの誕生日には消しゴム、ゆっこの時は定規、ママの時だってちゃんと肩もみ券あげたのに、誰も私の誕生日のことを覚えててくれない。あ、山田、俺、佐藤、今杉山公園にいるんだけど、ちょっと来いよ、な。こっちこっち。どうしたの？これこれ、開けてみ。うちパン屋やってんだけどさ、その中で一番小さいケーキ、本当は500円なんだけど、たっぺいが300円しかないって言うから大負けに負けて。うるせえ、黙ってろ。覚えててくれたの？5月5日子供の日、ハマりすぎてんだよ。じゃあお祝いしようぜ。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアミーコー、ハッピーバースデートゥーユー。はい、お疲れ。お疲れ様でした。終わった終わった。お疲れ様でした。子供のモデルを使うとどうしても休みの日に撮影になっちゃうから大変よね。子供も大変ですよね。子供の日なのに仕事させられて。そうよね。今日何日だって？え、だから5日子供の日。え、しまったー。あー、ケーキ美味しかった。みーこママ、大変。ごめんね。かわいい。みーこ、はい、クッキー。まもる、ゆかちゃんの作ったんだ。これはパパからのプレゼント。パパ！みーこ、お客さんよ。道が空いてて早く帰ってこれたんだ。ゆっこ、みーこ、お誕生日おめでとう。ありがとう。マリちゃんから絵はがき来てるわよ。ミーコへ、バースデーパーティーは私が帰ってからにしてよ。お土産買ってくからね。みんな覚えていてくれたんだね。実は思い出したの昨日でさ。実は私も。いいよ、思い出したんだから。そうよね。私今までの担当